国際連合大使、国際連合安全保障理事会代表。1952年2月21日、モスクワに誕生する。1974年に、モスクワ国際関係大学を卒業し、ソ連外務省に入省する。1990年に、ソ連外務省情報局長。在職中に、ソ連崩壊を迎えるが、ロシア外務省にそのまま移る。 1992年、外務次官。1994年、ベルギー大使。1998年、カナダ大使。2003年に、外務省本省に戻り、無人所大使。北極理事会で、上級代表委員会議長も務めた。2006年4月8日に、国際連合大使を拝命。歴史学博士候補。英語とフランス語に堪能で。 ソ連時代からアメリカのニュースインタビュー番組に通訳なしで出演していた。2017年2月20日、ロシア連邦国際連合代表部での執務中にニューヨークで急世した。64歳没。検視はニューヨーク主検視局によって行われたが、死後も外交特権が継続していることを理由として死は公表されていない。ありがとうございます。